はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は兵庫県神戸市の港川神社にやってまいりました。パチ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 ということでね、神戸にあるね、有名な神社で、ね、港川神社にやってまいりました。ここはですね、JR の神戸駅からね、歩いてすぐですね、本当に神戸のね、ど真ん中にあるね、神社ですね。まあ簡単に言うとですね、楠木ね、正成をね、祀ってる神社ということになります。宝物殿がありますね。境内はね、こんな感じで、今いるのがね、表神門ですね。で、こう参道があってね、本殿がまっすぐ上にありますね。ここに宝物殿がありますね。これがですね、港川神社オリーブ樹ということで、日本最古って言われてますね。日本のオリーブの歴史は、明治の富国強兵、殖産工業政策に端を発しますと。オリーブの木をね、持ち帰ったわけですね、これね。日本最古のオリーブ。オリーブ樹ですね。The oldest olive tree in Japan ですね。ここに稲荷神社がありますね。狐もいますね。楠本稲荷神社って書いてありますね。これは何でしょうか。おそらくね、これ水屋だと思われるんですが、水がないですね。百度石がありますね。新納戸。あ、ここに手水屋がありますね。
これがね本殿ですね。これはおそらく神輿を保存する建物だと思いますね。保管する建物だと思いますね。あ、これはね、奉納されてるお酒ですね。下に下ろされてますね、なんかね。醤油をね、納めたりしますよね。絵馬ですね。楠木正成がね、描かれてますね、やっぱりね。ここにも拙者末者と思われる牛がいますね。和牛ですね。天神様ですね。これね、梅のマークもありますよね。あ、ここに養蜂所がありますね。サザレ石がありますね。親子サザレ石。君が言うは千代に八千代にサザレ石の岩尾となりて手の結ばれて昭和天皇お手植えの楠の木の樹って書いてありますね。エンペラー広人がねお手植えされたっていうね楠の木ですね、これね。口開けてますね、これね。虎年ですね、令和4年はね。こちらね、口閉じてますね。こっちもね、絵馬が飾ってありますね。育児が結んでありますね。赤絨毯引いたの、これね、多分ね、神前結婚式用ですね、これね。楠木正成、千没地ってのはこっちですね。あ、ここですね。楠木正成が戦没、お亡くなりになったところですね。中はね、ちょっと入れないですね。この地は1336年、楠木正成公が自陣させられたところであると。まあここにね、その神社が建ったところですね。楠木正成っていうとね、あの皇居にね、南高像がねあってね、有名ですよね。天皇にね、忠誠を尽くしたということですね。非常に有名なね、侍さんですね。境内はね、比較的広いですね。これも本殿もね、あの結構新しい感じで縦長のね、境内ですね。ここにあのおみくじとかね、お札売ってますね。
に社務所ですね。いわゆるオフィスですね。これがね、神戸駅ですね。で、神戸駅からね、ちょっと行った、ほんと5分ぐらいですね。もうほんと近くにね、ありますね。行政区画的には中央区になるんでしょうかね。ハーバーランドがね、すぐそこですね。駅のね、向こう側がハーバーランドですね。デジタルサイネージでね、最近こういう神社多いですよね。デジタルを使ったね。ここにね、あの楠木正成のね、一大記ですね、書いてありますね。古代の天皇陛下、赤坂城のところ、千早城のところ、湊川の合戦ですね、これね。湊川の浚渫使で落ち延び、兄弟差し違えたわけですね。ここが徳川光圀公のね、あの銅像があるみたいなんで、僕は見つくにくいですよね。意外に小さいですね。お墓ですね。
兵庫県神戸市のね、港川神社をね参拝散策しました。本当にね神戸のど真ん中にある神社でね、まあ有名な神社で、まあ楠木正成のね、を祀ってる神社ですけどもね、非常にね、まあ立派な神社で、神戸来たらねぜひ参拝散策されることをお勧めいたします。